か面白いことはないかい？ロサリアさん、この子すごく怒ってるみたいです。私怖いです。君は下がってなさい。顔を引っかかれて真っ赤な血しぶきを咲かせたくはないでしょう。どうしたんだバレリナ、猫にいじめられてるのか？エイオキシさん、猫猫白魔法使いさん、好き大福をお散歩させてたらこのでっかい猫ちゃんに目をつけられて一緒に入ってきちゃったんです。落ち着いて。ここじゃ誰も君を傷つけたりしないわ。凶悪なもの、君に悪いことを強いる奴らもみんな塀の外よ。ここでなら君は優しい人たちに囲まれていられるわよ。鬱陶しく感じることもあるかもしれないけど、みんな君のことを思うからこそうるさくするの。だから肩の力を抜いてゆったり過ごしてみるのも悪くないと思う。もしかして本当に伝わった？うまくいったみたい。頭のいい猫ね。こいつ他の猫と比べると本当にでっかいな。バブルオレンジのジュースみたいな色だぜ。お、スカーフをしてるぞ。騎士団のマークがついてる。そうだ、こいつのことはオレンジ騎士って呼ぼうぜ。警戒を解いてくれたみたい。君の方法は効果抜群ね。でもオレンジ騎士が落ち着きを取り戻したのはロサリアに声をかけられた直後だぞ。つまり今回はロサリアのお手柄だ。Thank you.